この素晴らしい世界に祝福を、ファンタスティックデイズ。雨上がりの水玉に浮かぶ曇り顔がそっと笑った気がついたら隣地上でもダンジョンでも同じ。モンスターは全て倒す。
じゃがまるくん食べに行こう。どうしてエスティアは神様だって信じてもらえるの？私だって女神なのに。アクアファミリア団員募集中。私の攻撃が当たる、当たるぞ。剣気の衣装に恥じぬ戦いを。このスバ、みんなありがとう。誕生日を覚えててくれるなんて光栄だ。当然ですよ、平和に暮らせるのは魔剣の勇者ミツルギ様のおかげなんですから。これ感謝の気持ちです。すまないね、後で美味しくいただくよ。ミツルギさんは全冒険者の憧れです。冒険のお役に立てばと思ってこれを用意しました。ありがとう。回復薬はいくらあっても困らないからね。冒険には怪我がつきものだから。かっこいい、お誕生日おめでとうございます。みんなにこんな風にお祝いしてもらえるだなんて、やっぱり僕がやってきたことは間違っていなかったんだな。これからもこの笑顔を守るために頑張らないと。でも今一番会いたい人はここに女神様。ミツルギさんどうしたの？なんだか悲しそう。元気ないの？あ、ちょっと考え事をしていただけなんだ。心配をかけてしまったようで、すまないね。あー！物思いにふけるミツルギさんも素敵。お？なんだこの女性の人だかりは。カズマさん、今日はミツルギさんのお誕生日らしくて、皆さんがお祝いにプレゼントを渡してるんですよ。ふーん、魔剣の勇者様は表になっていいですね。そうだ、誕生日にはプレゼントだよな。勇者様にも差し上げようじゃないか。よっと。ねえカズマ、いきなり靴下なんて脱いでどうしたの？これあいつにプレゼントしてきてくれ。はい。いやよ、なんで私がそんなバッチリ靴下をあいつに持っていかなきゃならないのよ。高級シュワシュワ。嫌だからね。3日分任せてちょうだい。ちょっとそこの人。女神様、女神様じゃないですか。どうしてここに。まさか女神様も僕のお祝いを。まあそんなところよ。はい、これ受け取ってちょうだい。あ、ミツルギのやつショックで言葉も出ないか。こんなことがあっていいんでしょうか。光栄です。この靴下まだぬくもりもある。どんなプレゼントよりも嬉しいです。一生大切にします。あら、そう。まあどうするかは人それぞれだものね。あいつ、アクアからもらったものなら何でも宝物になるのか。それにそのぬくもり俺のなんですけど。今日は最高の誕生日だ。このスバ、あなたが来るのをお待ちしていましたよ。一緒に冒険したい。うん、構わないよ。僕からのプレゼントです。受け取ってもらえますか？
今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。この巣こちらにもマヨネーズがあるのですか？スバル君に食べさせてあげたいです。レムの好きな人ですか？内緒です。レムと申します。家事全般が得意ですので何なりとお申し付けください。姉様はレムなんかよりずっと素敵な人なんです。姉様は野菜の皮むきする姿も絵になります。大変です。今お客様の頭の中で卑猥な恥ずかしめを受けています。姉様ともどもよろしくお願いします。ロズワール様の元で使用人を務めています。レムと申します。この巣板ねえベル、見て見て、ヘスティアと同じ服を作ったの。わあ、とってもお似合いですね。まるで神様が二人いるみたいです。待つんだベル君、確かにアクアはよく似合っているよ。でも神様が二人なんて褒めすぎじゃないかい？この服が一番似合っているのはもちろんこの僕だろう。違うかい？それは何を話してるの？アイズさん、いいところに。アイズさんも二人？驚かせてしまったか。アクアがアイズと同じ服を作ってくれたので着てみたんだ。ベルが見間違えちゃうなんて、それだけ私が作った服の出来がいいってことね。ああ、着心地もいいし動きやすくて気に入っている。なんでだろう、ダクネスさんだと分かっていてもアイズさんが二人いるみたいでドキドキする。どうしたベル、ぼーっとしているが。顔が赤い。ねる、何でもありません。ベル君の浮気者。え、バレンナニガシ君やダクネス君にはほうけた顔をしちゃってさ、僕の質問にもはっきり答えてくれないし。いいさ、僕はベル君がいなくたって、いなくたって。神様、待ってください。お、ヘスティアは突然どうしたのだろう。そう、それよりヘスティアはいなくなっちゃったけど魔導カメラを持ってきてたの。記念に一枚撮りましょう。魔導カメラ？あっちに向かって笑えば大丈夫よ。ほら、二人ともやって。はい、チーズ。この巣場。
一緒に英雄を目指しましょう。ソードマスター、エリス京都からも迷える。たクルセイダーとして、私は可愛いに、こいずれはコウマ族、基礎を築くことこそ、ちょこの巣場。ようこそ冒険者ギルドへ。このスバThank you.
パーティーメンバーの募集はあちらです。このスパ、パーティーメンバーの募集はあちらです。